じゃあ、トダビア会う。アラケタールコメスタン、皆さんこんにちは、ミコです。今日はスペイン語レッスン行きますよ。とね、結構ご質問を受けるんですけれども、トダビアとアウンの違いとかね、あとトダビアのアウンのとかっていうのの違いもそうですし、じゃあここにじゃーとか入ってきたらもうわからんっていうような話とかも聞くのでね、じゃあちょっとね、例文交えながらご説明をしていきたいと思います。で、まず一番わかりやすいのがね、じゃーなんですよね。じゃーっていうともうって感じです。なのでじゃーアースイドアルスーパーメルカードとか、じゃあスコミードじゃあコミステのパターンもありますね。もう何々したの、終わったのっていうね、もう何々して終わったのっていうようなことを使えるのがこれじゃあです。で、じゃあトダビアだとどうなるのかっていうと、トダビアだけのパターンだとこれはですね、まだ状況が続いてるんですね。なので、entonces por ejemplo todavía estás estudiando españolTodavía estás trabajando? Todavía estás comiendo? まだ何々やってるのっていう感じなんですね、 Todavía。 なのでまだ続いている、今も続いてるです。 Este, mi esposo todavía está durmiendo? まだ寝てるのよとか、まだ食べてんのよとかね、なんかまだ何々なのよっていう時に使えるのがこれ Todavía です。 Todavía vivo en Lima? Todavía vives en Lima? とかね、そんな感じかな、使えますね。で、これに対して今度トダビアノーなんですね。トダビアノーっていうとまだ何々してないっていう感じなので、トダビアノーエイドアルスーパーメルカード多い、今日まだ行ってないんよスーパーとかってね、あとはトダビアノーエイドアメヒコ、私まだメキシコ行ったことないんですけど、トダビアノーエイドアメヒコ、これまだ何々していないっていう言い方です。で、このトダビアノーとアウンノーっていうのは本当に近いんですね。そのシノニモス、シノニモスって皆さん聞いたことありますか？同義語って感じなので、トダビアノーとアウンノーは基本的には、基本的にはですよ、基本的には置き換え可能です。Todavía no he ido a México? Aún no he ido a México? これね、同義語ですね。同じなので置き換え可能です。ではここで Nunca が入ってきたパターンなんですけれども、じゃあペルー来たことありますか？とか皆さんね、日本で聞かれた時にどういう風に答えますか？ Nunca he ido a Perú? Nunca he ido a Perú? O todavía no he ido a Perú?Todavía no he ido a Perú。 これ文章的には別に全然どっちも OK です。どっちも間違いじゃない、どっちも正解ですよ。で、なんだけれどもちょっとだけ違いがあって、これどういう風に違って聞こえるかっていうと、 Nunca he ido a Perú だとペルーには1回も行ったことがないですって言ってます。で、1回も行ったことがないよっていうのを言ってるんやけれども、 Todavía no he ido a Perú っていうと、 Todavía no he ido pero me gustaría ir en futuroっていうね、ちょっとなんかまだ行ったことないんですよって言ってる感じなので、行きたいと思っているんかなとか、将来的にはね、この先行きたいって思ってくれてるんかなっていうニュアンスとかがつくのがトダビアノーです。なんかっていうと、あ、行ったことないです、あ、一回も行ったことないんですよ南米って言ってる感じで、トダビアノエイダペルーとか、トダビアノエイダスダメリカって言ったら、南米まだ行ったことないんですよねって言ってる感じなんで、あ、行きたいって思ってるのかなっていうちょっとしたニュアンスが出るので、なんかこう感じいいというかね、あ、行きたいんよっていうのをもし思っているのであれば、トダビアノの方がニュアンスがついてまいります。こういう感じいいですよね。なんかね、後ろについてくるものがある、これちょっと語学の醍醐味かなと思うので、皆さんぜひぜひ使い分けてみてください。それでは今日はこの辺で。 Muchas gracias por ver mi video. Chao.